在日歴10年、皆さんこんにちは、マイティーポーです。今日は横浜来ております。まあ場所は関係なく、今日はちょっと少しいつもと違って、真面目な話をしたいなと思います。最近日本の処理水の問題で結構いざこざが起きて、まあ、この件については正直私個人は本当に触れたくないんだよ。なぜならもうそこら辺の知識もなくて、もう自分は本当にどっちでも大丈夫なんだよ。でもなぜ今回動画にしたっていうと、中国人の迷惑行為に関する件についてちょっと在日中国人の私が本音を皆さんに伝えたいなと思います。最初は本当にこういうことをちょっと動画にしたくないんですけど、やっぱね、DM とかあとはコメント欄ね、たくさん来てるんですよ。中国帰れとか、謝れよ中国人とか、日本来るんじゃないよとか、まあ、いっぱい、来てるんです。まあ、正直私は覚悟の上で受け取ってるんだから、そういうの正直ね、もしそういう送ってくる人がそれでちょっと気持ちがちょっとだけ晴れればいいと思って、ちょっとそれをもうちょっと無視したりとかして、じゃあなんで動画にするっていうと、俺個人に対する攻撃は全然いいんですけど、でもうちのチャンネルはやっぱいろんなゲスト来てもらって、そのゲストも含めてディスられてるんだよな。いろんなちょっとひどい言葉とか、これはさすがにちょっとめちゃくちゃかわいそうじゃないですか。そうだから俺個人は全然いいんですけど、でもねゲストに出る動画のコメント欄でそういうコメントはちょっと控えてほしいなと思って、で中国人の迷惑行為についてちょっと僕自身自分が思ってることをちょっとここでちょっと素直に伝えたいと思います。本当に撃ち殺したいです。もう冗談なく本当に俺マジで毎回日本と中国がトラップった時は必ずこういう人が出てくるから、自分の愛国心を示すようにネットでこういう動画投稿したりとかするでしょ。こういうのは愛国心がないです、恥ですから。本当にイラついてるんですよ。正直俺は国と関係なくみんなにちょっと愛されたいから YouTube やってるんです。いっぱいちょっと一生懸命気づいてきたものがもう本当一発でちょっとすぐ壊れかけるんじゃん、もう今このご時世で。しかももうマジで面識もない、全く関係ない人で、赤の他人で、それ考えるとめちゃくちゃムカつかない。本当に毎回ね、こういうニュースばっかちょっとピックアップされてるんだよな、日本も中国も。そうだからそこは仕方ないと思ってるんですけど、でもやっぱね他人に迷惑かけないことを心かけてほしいって俺は思ってるんですよ。でもう本当最近このチャンネルの相方岡村くん、岡田だけどねの、うちの岡村くんは寿司屋やってるんですよ。はい、バイトしております。そう何度寿司屋まで来てるらしいねかかってきましたよ。やばいね。僕その電話受けましたからね。 あなたか。あ、俺が受けたんですよ。中国人と縁がありますねそうですね。そうだからもうこんな短い人 ですらちょっと迷惑受けてるっていうか、もう本当僕としては許せないんです。あとは勝手に歩いてる日本人にカメラ向けて今回の件についてどう思いますかって聞いて、無礼じゃん、礼儀正しくないじゃん。聞いてであなたはこういうのはダメだよみたいな感じで、だってその人関係ないじゃん。やってるのはもう国の上の人間だから、その人かわいそうで俺は思ってる。その無理やりに携帯に映されてる人とかで、結構コメント欄とか、DM とかも、謝れよお前って言われてるんですけど、これはねこれ本当にね悔しいです。もう自分が憎い。今僕のごめんなさいって言っても正直何も重みがないじゃないですか。こんな人がもし自分がもっと発信力とかついとけば、もしかしたらこの現状を少なくても国を変えることはもう無理じゃん。でもせめて道会の平和な世界を作り上げれるかもしれないって俺は思ってるから。最後喧嘩の根源はね、正直もう歴史上いろいろあって、もうどっちが悪いかそういうのを追求するより一番大事なのはやっぱね、どっちから先にごめんなさいを言える方だと思いますよ。そのごめんなさいを言える人になれたらいいなって僕は思ってます。なので皆さんちょっともっとこの動画を拡散して
まあ、こんな中国人もいますよって、これが日本にいる中国人の、あの本音というか、まあ、多分大半ですけど、やっぱこういう事態になるとね、やっぱあの日本産はダメだとか、日本のものを壊したり日本人に迷惑かけたりって下げる人たくさん出てくるんですけど、結局一番日本産のものを使いたがるから、そういうやつらは本当に、例えばあのフィギュアとか毎回新作フィギュア出るんじゃ、出る時は必ず中国 の, あのネットの人はね下げるんですよ。わこれは今回の作りはあーなこうなと言って、もう今回絶対買わないよって言って、結局発売したらもう普通にネタが2倍になっちゃうから、ところでなので、ちょっと本当この動画に通じて、もっとちょっとあの日本の皆さんとか世界の皆さんに、あの本当の中国人を知ってもらえたらいいなと思います。そして僕もあの今後ちょっとあのもっと力つけて、もっと発信力がある人間になって、道会の小さな世界でもいいから、俺はそういう日本人と中国人、もうあの国籍とか関係なく、みんな一緒に食卓を囲んで笑い合う場所を作りたいです。なるほど、はい、それがポーさんのご意見ということで、まあなぜ今日横浜にいるんですか？大事なことがあります。ついてきてください。はい、そうですよ、だってこれ錦糸町でもよかったわけですもんね。いやダメです、ダメ、横浜じゃないといけないですよ。横浜じゃないといけない理由があるんですね。うん、確かにいつも錦糸町だもんな。そうだよ、こういう系の動画だったら家で撮ればいいしね、うん、だから俺もね不思議に思ってんだよ、ずっと岡田横浜行くぞ。そうだよ、何、まさか錦糸町から、まあ、約40分ぐらいかかってるからね。ねえ、いつも頑張って30分が限界なんだよ、俺の活動範囲は。うん、その活動時間を超えてまでも来る理由があったと。そうです。はい。いやー、やっぱ家落ち着くな。やっぱ締めは錦糸町じゃないと。横浜から錦糸町来たね。そう。まあちょっとこのご時世だから、やっぱ外危ないんで、やっぱ家来てから。みんなにお見せしたいものがあります。何ですかそれマジで。じゃじゃーん、わかんないですよ、ちょっともやかかってでわかんないですね。おー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 かっけー。え、そうです、横浜しか買えないです。はい、横浜しか買えないです。いやいや、これ買うために横浜行ったの？そうです。いややっぱね、これちょっと9月に発売し、8月に発売してちょっとね人気やりすぎて、ちょっとどこでも手に入らないんですよ。はいはい、なんと横浜で抽選で買えるんですよ。え、何、つまり、はい、え、どっちがメインだったんですか今日の動画？これだよ。そう、あんなに真剣な眼差しで語ってたのに。まああれはちょっとついてみて感じで、まあやっぱついてかい、おい。そう、これがメインなんですよ。これが欲しくて横浜行ったんですよ。やっぱね、これ当てないと多分ね、さっきの前半部分は取ってないと思います。嘘だろおい、うん、正気かこの人。いやでもこれはマジで欲しい。真骨頂シリーズ、もうこれはね真骨頂シリーズで言うんですけど、もうフィギュア界のエルメスとかグッチとか、はあ、そのぐらいのレベルのハイクオリティフィギュアなんですよ。これは毎回予約覚醒なんだから。会いにくくて、私ネットの予約の抽選も落ちたし、店の店頭の予約も予約できなくて、はい、そんな絶望な時に横浜のイベントがあって、何回か抽選あるんですよ。1回目落ちたんですけど、2回目やっと当たったんですよ。それを取りに行ったってことか。そう、で、ついでにさっきのとこも取りましたっていう。そっちがメインじゃないんかい。いや、やっぱファイズね、今年20周年やからさ、はい、フィギュア業界とか力入れてますから、今回はね、新しい技術使ってるらしいからね。へえ。かっこいい。すごいな、リアル。ちょっとあげたくないよこれ見ると。いや横浜まで行ったんだからさ、じゃあげてくださいよ。見て、ファイズフォンとか。おお、8800円なんですけど、今月誕生日でね。
踏ん張ってさ、自分へのご褒美です。なるほど。そうだからさっきやっぱこんな人気ある商品プラスこのご時世だから、もしね横浜出てすぐこれ買いましたよっつったら奪われるからみんなこれね、そんな治安悪くないだろう。いや怖いですから、ネットと一緒やからね。大事なものなんですね。いやでもなんかおかしいと思ったんだよな。錦糸町行ってるポーさんがなぜ横浜にと思ったら、うわマジか。今回新しい技術はね、あの肩アーマーです。皆さんあのいつもな肩アーマーはあの腕とくっついてるんですけど、今回はね劇中と一緒に服についてるんですよ。服というか胸アーマーと一緒に一体化してるから、よりリアルに近づいてるんです。多分10年前にちょっとあのフィギュアズ版のファイズも買ったんですけど、やっぱねちょっと作りがちょっと残念なところあるんですよ。やっぱね10年経って今の技術だから再現できる仮面ライダーファイズ、かっこよすぎるだろマジで実家帰ってゆっくり遊んで飾りたいです。いや1体じゃ足りないな、これは2体欲しいです。皆さんわかる？まあ、2体までならわかりますね。まあ、できれば3体ですね。なぜなら555ファイズだから3体まで欲しいです。5体じゃなくて3です。3なんすね。3です。いやこれね今年ファイズ20周年で来年もファイズの映画も出るんですよ。ちなみに俺初めて見た仮面ライダーの映画はファイズのやつですよ。パラダイスロストだっけ。あ中国人の役者も出てるんですよ。あ、いやそうなんだ。サイガー、あの白いやつね。サイガー、はいはいはい、空飛ぶやつね。そうそうそう、あいつは中国人ですよ。俺結構好きな役者で、そうそうそう、イケイケですよ。英語しか喋ってないんやけど。あ、そうなんだ。そう、あれは初めて見た仮面ライダーの劇場版で衝撃、めちゃくちゃおもろい。ちょっとさっきあそこでもう一回抽選したもんな。してたね。そう、岡田も一緒に巻き込まれましたよ。当てたらファイズ揃うから、555で。なるほど、3体ね。そうそうそう、なのでちょっと次またちょっと横浜であの動画撮ってたら皆さんさせてください。やつらは当たったっていうはいはいはい、以上仮面ライダーファイズでした。いや前半の話何だったんだよ。まあ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 、でも今よく考えるとさ、やっぱ在日中国人結構ねこういう時になるとなんかしんどいんだよな。しんどいというかあのヘイトがさどっちからもあのもらうんですよ。俺はあの YouTube のコメントでちょっと中国語のコメントも来てるから何もやってないのにね、日本側の人からと中国側の人に責められて、まあ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 俺だからいいんだけど他の人にはマジで言ってほしくないから、ということでちょっとねあのもう本当あの今日の動画に通じてみんなにちょっと拡散してほしいんですね。こういう中国人もいるよって。なのでチャンネル登録よろしくお願いします。戸籍関係なく、人種関係なく、人に迷惑かけちゃいけないです。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。まあこうやってさ両国から攻めるコメントが来てる中なんですけど、やっぱね俺はちょっとあの幸せだなって思ってるところは、やっぱねうち見てる視聴者はやっぱねそういうコメントの下でこの子たちは関係ないんだよとか、あとはちょっとあの DM でポーちゃん最近ちょっと嫌がらせの DM 来てないみたいな視聴者とかもたくさん何人かいて、かそこを見てやっぱねホッとするというか、あ世の中は悪いやつだけじゃないんだ、そう正しいやつもいるんだっていう。だからなんだろう、こうやって YouTube やっていい人もいるっていうことを知れて僕は良かったと思いますから、うん本当にここに関してはもう本当圧倒的シェイシェイです。